ノボシビルスク地下鉄は、ロシアのノボシビルスクの地下鉄である。ベリサバやロシア駅ガガーリンスカヤ駅ノボシビルスクは、シベリアの主要な幹線交通機関である、シベリア鉄道と帯川の交差する位置に建設された、人口160万人のロシア第3の都市である。この町は、ソビエト時代に、最も成長した都市の一つである。1960年代後半には、 地下鉄の建設計画ができ、1979年5月12日に建設が始まった。キエフやミンスクでの地下鉄建設の経験を生かし、7年半の後期で5駅からなる路線が完成し、1986年1月7日に、ソビエト連邦で11番目、ロシアで4番目の地下鉄として開業した。その後、当初の計画通り、 総延長6 2トル、4路線のネットワークに向けた工事が始められた。1990年代の経済の混乱によって大幅な遅延を余儀なくされているが、工事は現在でも進められている。ノボシビルスク地下鉄には、レニンスカや線とジェルジンスカや線の2路線、12駅がある。4両からなる20の電車で1日あたり25万人の乗客を運搬している。 駅はソビエト後期の様式で装飾されている。現在は11駅ある。路線の大半は地下だが、帯川をまたぐ部分は 2.145km 地上に出ている。2019年現在、ノボシビルスク地下鉄には以下の形式の電車が在籍している。ありがとうございます。